フラメンコダンサーの松本真理子です。今日は大好評の顔筋トレ第2弾ご紹介します。今日するのはこの二重顎を解消する顔筋トレをします。この顎の下は舌骨上筋という筋肉なんですけれども、この筋肉が衰えてくるとここの顎の下がねたるんでくるんですよ。太っていなくてもここがたるんでる人はこの舌骨上筋を鍛えてあげるとここの顔周りもすっきりしてくるので、ぜひ一緒にやってみてください。今日ご紹介するのは2種類の下トレーニングをします。まず1つ目、こう肘を後ろにこう引いて顎を少し上げます。そしてこの舌を上の唇にこうタッチするんですね。かなりしっかりと舌を引き出してってタッチしていきます。20回いきますね。こう引いて顎を上げて、トレーニングはだいたい私はね20回を1日3セットぐらいはやっています。ポイントはここで必ずこう肘を後ろにする、そして顎を上げる、舌はしっかりと引き上げてってこう、タッチ、しっかりとタッチして20回をできれば1日3セットぐらいやってみてください。もう一つの顔筋トレ舌トレーニングは、舌をこの歯茎と唇の間に入れてこう右左左右動かしていきます。私はね20回ぐらい連続でやるんですけども、舌の筋肉が弱い人は多分20回最初できないと思うので、できる範囲でちょっとしんどいなっていうところまではでも頑張ってやってみてください。ここの入れて、すごく大きく動かします。多分10回ぐらいやったらしんどいかもしれないので、ちょっとしんどいけどできれば20回一緒にやってみましょう。すごいね、こう舌とか首のここの後ろら辺の筋肉まですごい鍛えられている感があります。これを私はだいたい1日3セットぐらいやりますね。これすると顔の他の筋肉も表情筋も鍛えられるので、すっごいいいです。これぜひ皆さんもやってみてください。以上が今日の顔筋トレでした。いかがでしたか？また随時役に立つ動画をアップしてきますね。この動画が役に立ったなっていう方は、ぜひこの下にあるいいね、高評価ボタンとチャンネル登録の方をぜひしてください。今日はご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、またねー。練習頑張ってー。